はい、みなさんこんにちは。ちはついにですね、えっ、ー、と我々 IGN ジャパンの方で先行して、えー、エルデンリングのネットワークテストをプレイさせていただきましたので、今日は私比べと野口さんの二人で、はいえー、その感想をお届けしたいと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。えっ、ー、とちょっと始める前に野口さんも今回はどれぐらいプレイできたのでしょうか。あ、僕は結構がっつりプレイさせていただきました。 でまあ多分ちょっと放置してた時間もあったんですけど、まあ、10時間今日ぐらいはできたかなとは思いますね。結構できてますね。はいか僕はそうですね、あのー、残念ながらちょっと一晩しか遊べなかったですけど <laughs> まあいつもののフロムさんのゲームでこいつを倒すまでは寝れないみたいな感じで2時半ぐらいまではやったんで全部で多分 し五時間ぐらいはプレイできてると思いますね。はい。はい、あのまあその中でもね結構あのまあ今回はオープンなフィールドのえっとそのフロムフロムさんのゲームということで、うん、結構今までとはスケールも違うので多分同じ 45時間の中でも野口さんの発見したものと僕の発見したものがもしかしたらちょっと違ったりするんじゃないかなと思うのでちょっとあの全体的な感想を語っていきたいと思いますけどまずはそのもう全体的にまあずっと「ダークソウル」の正当進化とかと言われてた中でやっとプレイできて第一印象としてはどんな感じですかうん、うんはい あそうですね、いや、本当に事前情報で言われていた正当進化であることが非常によく伝わりましたね。それは世界観とか、あとは触った感じの、まあ、キャラクターのモーションであったり、えっと、表示される UI であったり、えっと、そういった側面から特に、えっと、ダークソウルからいろいろ引き継いで,上で、であで新しいことに取り組んでいる作品だというふうには感じて、でまあ、オープンワールドゲームなので今回は。 でそこは以前よりもよりシームレスで、はい、あのマップつながっていてダンジョンとかとつながっていてっていう部分はあるんですけど、まあ、それを込みにしても、まあ、結構本当に正当進かだっていう風に感じられるような今までとそこまで大きく、えっと、離れてないような体験にはなっていましたね。僕僕とと結構似てますね僕もなんか、うん、そのずっと どういうゲームだろうって想像してたんででもやっぱりその言われてた通りの約束された通りのゲームって感じはしますよね、うん。そうでんかあの悪く言えばすごくお大きな意外性とか驚きはないとは思うんですけどでもそれは本当になんかその聞こえは悪いんですけど決して悪い意味じゃなくて。うん、あのその もともと「ダークソウル」は僕は、まあ「赤ュロとか「ブラッド・ボーン」であの死にゲーが好きになったんですけど、はい、その死にゲーをオープンなフィールドでやったらなんかまたいろいろとこう変わるだろうなっていうのをこう想像して楽しみにしてたんですけど実際にプレイしてみるとまあその通りっていう感じなので、うん、なんかその。うんうんうん こう予想できたものであったとしてもそれはまたこう本当にこう待ってたような内容だという感じなんで僕としてもうんあこれがやりたかったんだっていう感じの第一印象ですねなんか結構そのオープンなフィールドにあれに合わせて結構いろいろと細かいあのその遊びやすいためのなんかこう様相が追加されててまあ,あの例えば あの死んだら基本的にもともとダークソウルでは「かがり火」と言われてたもの、はい、今作では「あの祝福」だったりになってるんですけどすそこに戻るんですけど結構広いエリアで探索して死ぬとめっちゃ元に戻ると嫌じゃないですか。そこで、はい、あの近くにマリカの禊という地点があるとそこにこう行ったことがなくても。 死んだ後に復活できたりとかというシステムがあったりとかあとはまあとなんか長い時間探索してるんであのこう敵の集団ある場所で敵の集団を全部倒したらその回復アイテムがあの戻ってきたりとかもう一回そリフィルされそうそうリフィルされるというところがあったりとか。 あとはその、まあ、戦闘中とかダンジョンの中でなければあのどこでもファストトラベルできるとかオープンワールドの中で探索しやすくしつつもその本当にフロムさんらしいあの難しいチャレンジをあのどんどん与えてくれる感じのバランスなんで。 そうです,ね、すごく僕も全体的にこのオープンワールドでの、まあ、オープンワールドとは正式には言ってないですけどオープンなフィールドでのそ死のに芸をどうしたらその楽しませられるのかっていうのはすごく工夫されてるなという感じがしましまたねねそうです、ね、僕もその点はもう本当に同意で。あの やっぱ今回オープンフィールドになるっていうことであんまり今までの仕様だと結構ね継続しての探索とかが難しかったところを今言ったような形で補填してくれてるので,なで、ね、あのかなりそこら辺はあの、まあ、変な話ダークソウルとは思えないぐらい親切で <laughs> そうす、ね、ストレスフリーな体験が待っていて <laughs> ちょっとそこはあの個人的にはちょっとだけ予想外でもあったし 嬉ししい点でもありまんかその,そのこうシステムが親切であってそこにいる敵たちは決して親切ではないので <laughs> そうですねはいなんかそういう意味でなんかこうあの悪い意味でストレスは覚えないけどいい意味でめちゃくちゃストレスフルな体験だなとは思いましたけどねうん、うん、<laughs> そうですねはいあのその操作とかあの戦闘に関してはどうですか、うん、その今までの ロさんのゲームと比べて、どんな感触ですかそうですね、あの正直、その点に関してはあの大きな進化みたいなのは今回のテストプレイでは感じられず、直近でいうと、ダークソウル3、同じ系列でいうと、3からあの、まあ、戦技っていうものが追加されたり、FP っていうものとか出てきたりしたんですけど、まあ、その辺の要素を踏襲し,しつつ、えー、新しい技であったり。 魔法であっったたりそういいものを追加されていて、えっと、武器種とか、あとモーションとか、パリーとか、地名の一撃といった要素はそのまま続投で、モーションが変わってるみたいなことはなく、そのまま来てたので、まあ、その点に関しては、まあ、従来通りで、まあ、か僕としてはその <laughs> エルデンリングっていう新しいタイトルがつけられたのもあって、まあ、何らかのなんか新しさみたいなのを感じ取れるかなと思ってたんですけど、まあ、その点は。 まあ正直従来と変わらない印象は持ちましたね、はい、う,んうんなんかもう,もうなんかインタビューでも宮崎さん言ってたけどバトルの、まあ、例えば赤狼だったら弾きとか、うん、あるいはそのブラッドボーンだったらその銃を使ってのパリとか、うん、そういうなんか分かりやすい新しいシステムがあるわけじゃなくてうん、うん、この新しいオープンなフィールドそのものが。 なんかこう違う体験を与えてくれるようなね話がありましたもんね。ねはい、はい。それは割とそのはいはい。あ,あどうぞ。あすいません。一点補足しておくとあの威敗って呼ばれるえっと協力的な NPC を召喚できる魔法というかねそういったものがあるんですけど、まあそれを使ったあの新しい戦略的な遊び方は一人でもできるようになったのであの気軽にその点はあのもちろん新鮮さは感じました。はい。 あと僕はなんかそのまあそのベースがあくまでそのダークソウルだなと思いつつんか機動力的なところは結構セキロの良さを持ってきたのかなという気はしましたね何<ー>かあのジャンプができたりとかあとキャラクターの動きのスムーズさであるとかあとまあスタミナはありますけどうん、うん、かなりスタミナの重要性は軽減されたのかなという気はしましたねあのダークソウルと比べて。 うんうん、ダークソウルト、本当に盾を構えているともう全く回復しないしすぐにもう2、3発当てればなななくるじゃいいでですすか結構厳しねそうですねなななですそういう意味ではかなりオープンワールドで広く動く必要があるからっていうこともあってなんか結構、走り回りながら。 戦うことともできるなとそうですねそうそう感じたりもしましたねスタミナに関して言えばあのフィールド探索中戦闘中以外はあのずっと走り続けられるようになってて、えっと、スタミナ消費しないようになってたりとか確かにその点はオープンフィールドになったことで,で、ね、あの緩和されたような印象はありますね。ううううんうんうん、うん <laughs> あとは、もちろん大きな違いで言うと、今回初めてその、まあ、馬に乗ることができて、乗り物での移動とか、あとその騎、まあうん、乗した状態での戦闘ができるというところがありますけど、これはでもどうですか、その実際にその馬に乗った状態で戦ったボスとかいましたあ僕はいますね、2体ぐらい、えー、っとそういうふうに戦ったんですけど。 あの想像してたよりも馬乗った状態での戦いはかなりしやすくて結構簡単になっちゃったなっていう、うん、なっちゃったなっていう言い方変ですけど簡単になりやすいなっていう気はしましたね。あの操作性自体も非常に楽というかあの思った通りの方向に進んでくれますし俊敏さがすごいのでそうで、ねうん、なんですね2段ジャンプもできちゃうし。あのー はい、レッドデッドとかでいうねリアルな馬の動きとは真逆の方向いってる感じです,そうですね非常にゲームらしいというか <laughs> そうそうそう,、うん、もう超操作しやすい感じですねよくも悪くもでねでなんか攻撃の手段としてはまあ通常と同様にあの弱と強があってであの右と左左右に対して攻撃ができる感じなんですよねそうですねはいそうそう何か最初、うん、僕は最初はなんかこう こうなんかヒットアンダーウェイみたいな感じになりがちでなんかこう走り回りながらこう接近して着る感じがちょっとあの悪い意味で赤狼でいうあの打ちだっけその戦いをちょっと思い出しちゃったんですけどそこでなんかあ,のある面白いあのひねりに気がついてこれあの連続攻撃をすると馬に乗った状態であの敵をスタンさせることができるんですよね。 えっとそうですね、あのー、ゲージとしては出てこないんですけど、そうそう敵にも何か、ま赤、あ、道でいう体幹ゲージみたいな、そうな体感ゲージみたいなものがあって、場上からの攻撃とか、あとジャンプ攻撃とか、あと強攻撃がその敵の体幹ゲージを崩しやすいっていう属性があって、それ使うとね、あの敵がちょっと体勢崩して、 そののうううちに致命の地域を与えるることができるっていうようなボーナスがありますね,なんすね最初は何かこう僕えっと割と最初に出てくる同じくあの馬の敵がいるんですけどツリーガードに対して戦っている時はずっとヒットアンドエイでこう一発当てて逃げて一発当ててみたいな戦い方をしてたんですけどそれではうまく倒せなくてじゃ逆にちょっと食いついてみようかっていう戦い方をしたらこう連続攻撃を出したらそのまあ セキロでいう体幹が崩れて、うん、あのなるほどこういうこともできるんだと思ってはい、はい、なんでなんかその決してその逃げるんじゃなくてこう、まあ、これは本当にいつもの「フロムゲーだけどこう自分から接近して戦えば新しい気づきがあるみたいな、ね、そう <laughs>、はい、システムがいつもの「フロムらしいなと思ってみたりとかもしましたね。確かに,確かにはい あとは当然そのまあ探索においてもその馬があるっていうことがかなり便利でそこであのフィールドの各地にあの気流みたいなものがあって本当にゼルダという「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」にもある感じのこう。 こうなんかこう乗れば飛べるみたいな感じですけどそれがこう馬に乗って飛べるようになってて僕はてっきりもうなんか最初見た時は本当にポイントポイインントトでで決まってるじゃないですかだからもうなんかそこに行けば、はい、あの特定の場所に飛ばしてくれるだけのものなのかなと思ったら結構空中で。 その馬の,その操作をコントロールできるのでどこの着地できるのかが結構、プレイヤーの腕の腕次第になってそて立体的なあの高低差のある探索をあの楽しくしてくれるスパイスの一つになっているなという感じはしましたねそうですね。 あれ見つけたらとりあえず乗ってみたいっていう、はい、<laughs> 気持ちが出てきま、ね、そうですねはい、はい、かなり気持ちが結構多分、うん、あのそれがあの配置している場所に何か隠されてたりとかちょうどいいところに着地すれば何か特別なアイテムが手に入ったりとか結構いい感じに、はい、あのそこが入ってきてるなという気がしましたね、うんはい、でちょっとえー、っとそうですねボスとかダンジョンの話を、えー、ああしたいと思いますけどはい 僕は一晩しかやらなかったんで結構もう探索して最初やっぱあの普通のフロムゲート違うなと思ったのが、まあ、今まででもある程度その選択の余地はあったんですけど大体なんか特に序盤で大きなボスがそのプレイヤーの前に立ちはだかったらとりあえずそのボスを倒すまでもう何回もやり直すしかないじゃないですか。あよくありますね確かに、うん、はい。 こう開けたフィールドに出ていきなりボスがいるんですけどもうなんか明らかにそいつと最初からもう倒すまで戦うのが選択肢としてはあの一番シビアだなっていうのがわかるじゃないですか。わ、ね、かりりますやっぱ一番その大きな違いは あのここがどうにもならなかったら別の場所へ行ってみようっていうもちろんダークソウルとか赤狼ブラッドボンネも途中からそれはできたりするんですけどその選択の幅がやっぱりかなりかなり広くなってて同時に戦えるボスが下手すればもう序盤でもいきなり34体普通にそこら中にいたりするのではははいはい、はい、はい、でなんかあちこち行ったりするとちょっとしたこうプチダンジョンみたいな。 あの,ものがあったりとかちょっとしたその敵の拠点があったりしてまずそこで戦ったりしてみるとあのレベルを上げたりしてで見つけたボスの中で一番倒しやすいやつのところに行ってみたいな感じで本当にまあ一番オープンワールドらしい要素はその自分で選べるところで選べるものがかなりたくさんあるっていうのがあのかなり最初から用意されてるんだなと思った点ですかね。 そうですね、はい。本当に最初からいろんなところ行けるっていうのはまさしくそうで、あのネットワークテストのため、なんか光の壁みたいなのはちょっとあったんですけど、そういったものは製品版には取っ払われて,て、本当に好きなところ行けると思います。うん、あの一部ダンジョンというか、まあ、先は完全に閉まってるみたいな通路があったように見受けられたんですけど、あの城のところとか、あの辺。おはおはお 迂回していけるのかはちょっとわからないんですけど <laughs>、一部そういった場所もあるかもしれないけど、本当にフロムソフトウェアのシニゲーとしては序盤でここまであの広く選択できるようにできているの、はなかなか珍しくて、ね、あのより攻略しやすいような印象は受けましたね。はい、野口さんはかなりプレイしたということで、あのいわゆるメインダンジョン的な場所もまで行けたんですか？メインダンジョンそうですね。あの、ストームビル城っていう城。<laughs> 最奥にあるんですけど、はい、まあ、そこに行けたのと、あとは、地下墓地とか、地下のとか中にも入れるということですか。攻略できるようになってると。城の中ですか。はいはい。そうですね。あの、ある程度攻略できて、あの、全部は、全然、あの、体験。させてもらえないというか、途中で、終わってしまうんですけど。どえっと、それ以外のダンジョンについては、地下墓地とか、地下の行動とか。うん、中規模のダンジョンはいくつか。 触れて多分全部で4つか5つぐらいは行けた感じですね。はい、あ、やっぱそんなにあるんだ。なんか僕は逆にそのプチダンジョン的なやつは2箇所ぐらいしか見つからなくて。野口さんはもう全部やったかな？と思ったら、僕が言ったやつの内容を説明したら、野口さんがそれを知らなかったからそうですね。そうそう、まだ。 結構行けてない場所隠されてる場所もあるんだろうなっていう感じがしますねうん、うん、そうですねそうそう僕も結構フィールドを全部舐め回したつもりだったんですけど見落としている箇所がありそうですねまだ、うん、それか僕の説明が下手だったかのいずれかですね <laughs> いやいやいや <laughs> <laughs> まあなんかこのダンジョンで近、まあ、下墓地とかその本当にちょっとしたダンジョンが用意されてる点もやっぱその、うん オープンワールドに合わせてそのボリュームを調整した感じで、まあ、まさしく「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」とかももともとは広いダンジョンがあったのがあのホコラ的な形で本当にその15分ぐらいで入って帰ってこられるようなダンジョンを用意してたんですけどこれもなんか本当にそれと似た形でそういう地下墓地とかちっちゃいな,ちっちゃなダンジョンの中に入ったら。 本当にいつものダークソウルになるんでですすよねねそ,そういつもフィールドに出てる時の自由度とか選択の余地がなくあの敵の配置とかをこう考慮して立ち回ったりとかその特定の仕掛けを踏まないようにしたりとかそうですねいかにもその今までの「フロムらしいゲームにあのなってくるんですけどそこで。 あのボリュームを落としてすぐにまた広いフィールドに出られるようにするためのこうサイズ感になってるなっていう気がしましたよ、ね、うんうんうん結構ダンジョン内はちゃんと規制が厳しいというか、はいあのね、フィールド上ではどこでもファストトラベルできるんですけどもップルはダンジョン内ではそれができないとか、はい、ちゃんとは制限が設けられてて本当にそこはこれまでのフロムソフトウェアの死に、あのー、ゲーに近い体験が得られてなんかいろんなバリエーションがとん バリエーションもかなり序盤から飛んでででるのでそうです、ね、かなり飽きないような作りにはなっていると思いますね。うん、はいはいはいはじゃあ野口さんはあのそのボスをもう何体ぐらい倒してるんですかえっとボスは、えっと、まず先ほどクラブさんがおっしゃってたツリーガードっていう馬乗ってるのとはい、はい、あとドラ,ゴンだドラゴン出てきたので、ね、ドラゴン倒せたのとあとはトロール巨人巨人と墓守と 大きな老人で杖持った長い杖持った、えー、と多分今回のテストプレイで戦える一番強いボスの5体かなまああと一応言うとあまだいるか猟犬騎士っていう封印牢っていうところにいるなんか騎士すごい素早い騎士だったりうんそんな感じですかね結構でもやっぱりいました<蔵> 難易度的にはどうですかその今までのフロムと比べて難しいとか簡単とか同じぐらいとか結構同じぐらいな感じはしましたね。特別その難しくなっているとか簡単になっているみたいな印象は受けずに、まあ、これまでのフロムの路線と同じような難易度調整というか、あのー、感じで非常に戦いやすいボスもいればあのーまるあのー さっき言った、老人、でかい老人のマルギットっていうんですけど、彼のように本当にとてもむず難しいボスがいたりとか、その辺はあは、これまで通り緩急つけているような印象は受けましたね。はい、な,るなるほど、なるほど。ただ、1点言えるのは、あの今回、プレイヤーが馬乗って、馬というか、レーバー乗って戦えるようになったことで、あのそのレーバー乗って戦えるフィールドボスって、僕は故障するんですけど、オープンフィールドにいるボスは、 レーバー乗って戦うと結構簡単になりがちだなっていうのは感じましたあのツリーガードとかはその一番最初に出てくるやつはそれで倒しました僕そうですねツリーガードとあとドラゴンかなの2体はあのー、馬乗りながら戦ったんですけどもしあれがトコというか馬乗らずになったらだいぶ難易度変わったなっていう印象がきましたでも結構ねなんかあーのー面白いなと思ったのが、うん えとこれちょっと名前わからないですけど一応メインボスというかフィールドに何体かいる、うん、なんかこう巨大なゴーレムみたいなやつ分かります巨人いますよねトロールかなはいトロールあそトロールだね、うん、あいつなんかはあの途中でそのまあいかにもボスらしい感じでコードパターンが変わるじゃないですかはいはいはいこれ この行動パターンになったら馬の方が便利だなこのパターンだったら徒歩の方がいいなっていう感じでデザインされてるのかなとちょっと思ってみたりしましたね。ななるほどなるほほどど やっぱ本当接近して近くで戦うとやっぱ歩きの方が便利だけどめっちゃその動きが素早くなったら馬に乗らないと付き合ってられないみたいな感じになったりしてあの交互に馬を降りたり乗ったりして戦うボスとかもこれから先はもっと出てくるんじゃないかなという気がしましたよね結構馬乗ったり降りるっていう動作が素早いので結構その辺は臨機応変に使える感じはしましたよね。うん ただあのリスクがあるとするならばあの自分だけじゃなくて馬の方にも体力ゲージがあって馬の方がダメージを負って死んじゃうこともあるんですよね<ー>このゲームそうですね一応復活はできるんですけど、はい、あの回復薬がないと復活できないので<う>、はい、復活させるために回復アイテム1個を消費するので馬がやられたらそれはもう本当に。 あのね、そういう意味では自分の体力と同一になってしまうんですよね、その回復できる回数が減ってしまうので、なんでなんか結構、馬でその好き勝手できるとはいえ、結構、自分と馬の両方のケアが必要っていう点も結構面白いなと思いましたね。うんうんうん、確かに確かに、僕も結構そういう点は実際にプレッシャーでありましたね、はい、特にツリーガード戦の時なんかは、馬が、ね、ダメージを負ったら、馬引っ込めて自分だけ戦うみたいな。 ああたまた馬呼ぶみたいなね馬の方が便利だけどあのもう体力わずかだし、うん、馬が倒れてもう回復アイテムが1個しかないって時はじゃあちょっともう自分で頑張るかってなったりとかねその辺はどうするかっていうのが結構その時に重要な判断ポイントだったりすると思いますね。あとちょっと僕がちょっと満足にできなかったあの試しなかった様子で言うと。 あの今回は戦技とかをその<ー>好きな武器に付けられるようになってるじゃないですかそうですねはいその辺はどうですかさらにこうキャラクターのビルド的に奥深い要素になってると感じましたあはいあのまさしくそう感じましてあのいろんな武器をたくさん持ってこれまでも攻略するみたいなことはあったんですけど、まあ、ダークソウル3とかの場合は各武器に一つの戦技って決まってたのが まあえっと、ある一部戦技はいろんな武器につけられる、えっと、特定の武器種につけられるといった条件があってなので同じ例えば武器を持っていたとしてもロングソード2本あっても全然腐らないみたいな感じで一つのロングソードには落雷っていう、まあ、遠くから雷を落とせるものをつけたり <laughs> でもう一つのロングソードには連続突きという、まあ、連続で攻撃できるような戦技つけたりっていったものを付与しておいてそれを装備しておくことで、まあ、臨機応変に。 あの好きな戦技切り替えながら、えー、と攻略できるっていう幅が広がったのでその点はちょっと実際にいろいろ試行錯誤して、まあ、ちょっと適当でしたけどいろんなものをつけて試してみたんですけどあの結構有用な攻略手段の一つかなと思いますねその <laughs> 結構遠距,遠,距離遠距離攻撃もできる戦技も複数あるのでそのいわゆる魔法タイプのキャラクターじゃなくてもキャラクターに育てなくても、えー、戦士タイプでも結構遠くからバンバン打てるような。 ビルドは組めるのでその点ははしした気はしまもそこは結構なんか僕が唯一自分の中でそのこのゲームは自分に合うかどうかが心配になってるポイントの一つで僕結構ビルドを組むのが下手で<ー>それもあってか赤色 <laughs>、うん、とかは全然楽に楽にはちょっとそうですけど、うん、クリアできるんですけど。はいはい あのダークソウルとかやっぱビルド要素が多すぎて途中でちょっと変な振り方しちゃうことが多くてななるるほど,なるほどなんか、うん、今回もやっぱ体,体験というか45時間のプレイの中でも結構やっぱシステムがあのいろいろとあってちょっとなんかいまいちわからないとかみたいなことはちょっとあったりして。 僕の中で結構、フロムのゲームの UI を理解できるまで結構時間かかったりするんですよね。ああ、確かにちょっと独特ですよね。そうそう、独特で。うん、まあ今回もいつもフロムゲーらしいですけど、レベルアップできるまでしばらく時間かかるじゃないですか、最初できないじゃないですか。はいはいはい。そうそう。それ、ブラッドボーンとかの時もあったんですけど、どうすればレベルアップできるようになるんだろうとかって思ったりとか。<laughs> <laughs> 確かにね 本編ではさらに、ね、その今回は体験できなかったですよ。キャラクターの,そのメイキングが最初にあったりするわけですからそこがそのやっぱ結構オープンワールドとの相性はいいと思ってて、まあ、そのいろんな戦技がそのフィールドに隠されてて、うん、そのフィールドを探索する。 あのー、きっかけの一つにもなるだろうしんかこう珍しいもの見つけてそれを武器につけてみたらすごい強力なものができたみたいな楽しさも絶対あるだろうなと思うのでんかちょっとこういや、はい、でも本当に戦技に関しては少なくともステータスのパラメーターで。 筋力が十四必要みたいな条件はないので、本当にね、好きにねつけられるので、あのかなり試し試しやすい環境になっていると思いますよ。はい。うん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 。やってみます。あと一つ、えっとステルスも今回入ってるんですけど、あそうですね一応はいはい。その一応、それにつれての感触はどうですか。そうですね今一応って言っちゃったんですけど、ま正直まあしゃがみが加えられたんですよね。まあ シリーズとしては初めてはめただそ,それはできるにしても、まあ、結局その敵の AI の賢さみたいなところが特に上がってないのでつまりしゃがんでゆっくり敵の背後を取るのとどこで,、ね、でゆっくり敵の背後を取ってもどっちもあまり変わらないんですよねどちらも同じように地名の一撃を加えることができるとかなのでまあだから 結構そのしゃがみが有,用有効に活用できる場面はかなり限られててあのまあ茂みに隠れるともそうですねなんか敵の大軍が近づいてきたからちょっと馬から降りて茂みに隠れてやり過ごそうとか、はい、まあそういった場面場面で使えるものとして認識しましたねはいああ同じような感触ですね、うんなま、やっぱなんか赤炉の時もそうでしたけどうん、うん あの本当にそのコテコテのステルスゲームは期待しない方がいいんですよね。そうですね、はい、でもなんかその敵がたくさんいて、うん、特にねその移動の,その距離が長い時にいちいち戦わなきゃいけないのが面倒な時に逆にねやっぱあえてバカになってる部分もあるんだろうねあの AI がと思ってみたりあそうですね確かに確かにそうそうそうな、うん、ちゃんとあのそのそこは例えばストレスなく次のエリアに到達できるとか。 よう、はい、にするための一つの手段としてのすごくベーシックなステルスが入ってるぐらいのそうですねはい、はい、そうですねあとどうですか野口さんの中で、えー、とまだ語りたれてないポイントがあればあえっ、ー、とジャンプできますじゃないですか今回はいはい 結構それでだいぶ攻略の幅が広がったというか、まあ、ダンジョン探索においてもより行きたいところに行けるようになったり、<ー>逆になんか、えっと、そういうジャンプを用いた隠し道というか、そういった場面もルートも用意されたりとか、かなりそこはやっぱりあの、まあ、赤炉には一応ジャンプあったんですけど、ダークソウルシリーズとしては非常に新しい要素かなとは感じましたね。はい、そうですね、うん、本当に起動力の起動力が ダークソウルに加わり、うん、さらにそれをオープンにしてみたみたいなゲームですよね本当にそうですねはい、はいうんうん、そう思いますと、うんはいうところでまあこれからあの一般向けに、まあ、一般向けにって言っても一部のその、えっと、人だけですけどクローズベーターが、はいえー、解禁されてゲーム自体は2月に発売予定ということで僕はかなりねその今回は あのますますやりたくなったっていう感じで、あの発売を楽しみにしてます、ねうんはい、いや、僕も同じくすごく楽しみにしていて、はい、あと1点だけ気になったのが、はい、ちょっとあの今回、エルデンリングストーリーテリングの方法が変わるというか、<ー>より没入感あるような、なんか群像劇っていう風に公式サイトで言っていて、そのへその絡みはあまりネットワークテストでは感じられなかったので、<laughs> 製品版の方ではより期待したいですね。はい そうですねなんか、うん、まあそれはきっとねこの段階ではまあ一応断片的にはとは書いてあるんで多分いつものねそのフロムさんのストーリーテリングの手法を用いているんだとは思いますけどそのストーリーが見えてこないような仕掛けにはあえてなってるんでしょうねいう気はしますよね。という気はしますよね。でねでも確かに宮崎さん、うん、これまでのインタビューでもね結構ストーリーテリングでよりキャラクターにあのフォーカスを。 あの絞っていくっててていいくう話をしてますよねやっぱ今までは結構そのどういう世界なのかっていう話が多かったのに対してなんか今回はそこにいる人々の話がもう少しあるっていう風に伺ったんで楽しみにしたいポイントですね。うんうん、はい,、はい、っていうようなところで、えー、そんな感じですかね。はい はいでは、えー、皆さんもぜひ、えー、と発売したらプレイしてみてくださいご視聴いただきありがとうございましたまたお会いしましょう,うしバイバイ,バイバ